イジー・スコブラは、チェコスロバキアの陸上競技選手。1956年メルボルンオリンピックの銅メダリストである。プラハ出身。スコブラは、1950年代から1960年代にかけて活躍した男子砲丸投げ選手である。1952年、初めて出場したオリンピックである、ヘルシンキオリンピックでは、15メートル92で9位に終わっている。 しかし、同年10月11日に、プラハで行われた試合で、17メートル12とヨーロッパの選手として、初めて17メートルの壁を突破するヨーロッパ新記録を樹立。1954年のベルンで行われたヨーロッパ選手権では、優勝候補の下馬表通り、17平方メートル0で、ソ連の選手らを抑えて優勝を果たした。 1956年メルボルンオリンピックでは、当時砲丸投げで世界をリードしていたアメリカが、パリー・オブライエン、ビル・ニーダーの18メートルスローで3大会連続金銀を独占。スコブラは3位で銅メダルを獲得。ヨーロッパ選手として最高の成績を残した。スコブラは1957年にプラハで18メートル01を投げ、 ヨーロッパ選手として18メートルの壁も初めて突破した。しかし、1958年のストックホルムのヨーロッパ選手権では17メートル12と低調な記録に終わり、銅メダルに終わった。1959年にはイタリアのシルバのメッコーニによってヨーロッパ記録も奪われてしまった。1960年ローマオリンピックでは17。 立方メートル9で9位と入賞することもできず、1962年のベオグラードで開催されたヨーロッパ選手権でも17メートル87で6位に終わった。しかし、1963年には自己ベストとなる18メートル52をマークしている。その後、1966年には、 1> 第1回のヨーロッパ室内陸上選手権で 18m08 で3位という成績を残している。ありがとうございます。